本当にありがとうございます。フクロウノートはセカンドライブバーテスの MC にて何度も観客に向けて感謝の言葉を伝えた。この会場まで来てくれて自身のライブ見て聞いてくれた全ての観客にあふれる思いから発せられたこの言葉は本当に心から発していることがわかるほど感情が込められていた。彼はこんなにも多くの方に支えられて幸せとも語っていた。だからこそ感謝の言葉が尽きなかったのだろう。だがそれ以上に会場に集まった全ての観客は心の中で強くこう思ったに違いない。こちらこそライブを開催してくれてありがとうとそう思わざるを得ないほどに集まった観客は感動と元気を受け取った。歌い手弱酸性がシンガーソングライターとして活動するフクロウノート、全ての楽曲は彼が作詞作曲を行っている。そのサウンドは様々なジャンルを踏襲しつつも全ての楽曲に共通して感じるのは本人の内面から湧き出る優しさだ。その気持ちをライブで直接受け取ることで会場が多幸感に包まれ、集まった観客がフクロウノートに感謝を伝えずにはいられなかったのだと思う。フクロウノートの誕生日である8月17日、会場は豊洲ピット。セカンドライブとなる今回のタイトルはバーテス。好きな音楽で明日を救える力、明日を生きる力を与えたいという意味を込めたタイトルだという。ライブ開始前にはフクロウノート各種グッズが販売され、とりわけ多くの観客が購入したバングル製のライトはペンライトとはまた違った形で会場に鮮やかな花を添えることとなった。また会場に飾られたフクロウネストと呼ばれるフクロウノートの巣で制作されたアート作品が飾られ、記念撮影をする観客の姿も。5月に開催されたファーストライブ大流空路同様、フクロウが活発に活動を開始する時間である17時にライブがスタートが、スタートから誰しもの予想を覆す展開となった。ステージにはフードをかぶったドラム、ベース、キーボードの3人が登場し、演奏が始まる。観客が歓声とともに一斉にリズムに合わせてクラップを始めると、3人の演奏が一気に激しくなるのが、そのドラシは激しさの中にも安定したビートやキックとスネアの音色からも感じる心地よさを感じずにはいられなかった。実はこのドラム、フクロウノート自身が演奏していた。10年ほどドラムを行っていたとインタビューで公言しているが、ドラム演奏は初披露。この新しい試みをライブスタートから行うというサプライズで幕を開けたのだった。演奏が終わるとフードを脱いだフクロウノートがドラムから降りてボーカルマイクに近づき、観客は驚きの歓声を上げる。ギター、そしてドラムのメンバーが揃い、ここから改めて5人でのライブ開幕である。2曲目は、おぼつかなし。ファーストライブで、フクロウノートのスタートとして選んだこの曲を、今回はこの5人のステージでの1曲目に持ってきて披露した。ベースとドラムの低音に合わせながら心に語りかけるように歌う彼のテクニックに、観客はその心地よいさに酔いしれているかのようであった。サビではフクロウノートと一緒に会場全体がハンズアップしている様子が実に爽快であった。ここからフクロウノートはこのライブに向けて作られた新曲やこれまで発表した楽曲を次々と披露していく。ダンサブルなロックナンバーの新曲、オリジン、アダルティなサウンド、ジョー、クールなダンスナンバー、粛清をバンドで観客をロックしていく。MC を挟んで、弱酸性として、作詞、作曲をした、ディストーションをフクロウノートとして、披露、新曲、
カラス売りではよりメッセージを届けるようなパフォーマンス。愛ばっかりではステージを左右に移動し観客の顔を見ながら、ニュースタイルではその場のアドリブで歌詞に抑揚をつけるなど、一連のパフォーマンスはフクロウノート自身がバンドとしてのライブを楽しんでいるかのようであり、それに合わせて観客の笑顔も溢れていった。そしてここであることに気づく。ステージ前方の車幕やスクリーンが一切ないのである。ファーストライブとは違い、フクロウノートがバンドサウンドだけで勝負することで、観客はよりステージに集中でき、自由に音に身を預けることができたのではないだろうか。続く曲の前に MC で、今こうして楽しい時間を過ごせている、ステージに立てていることは皆さんのおかげです、お感謝を述べて、僕の信じる曲を皆さんに届けたいと思います、と語り、バラード曲を披露していく。生きているだけでいいよというメッセージがストレートに伝えられた新曲エーミユキ。切なさの中に温かさも感じる。ほころび、フクロウノートの語りかけるような歌声が心に溶け込み、続いて披露される私欲では、アップテンポで明るいサウンドではあるが、楽曲からの生きようというフクロウノートからのメッセージを感じることができ、多くの観客が感動で涙する。ここから一転して、フクロウノートの活動の原点である歌ってみたカバーのターンへ。今回のライブタイトル「バーテス」が小惑星に名付けられていることにちなんで、本人が好きな宇宙を題材にした3曲を披露する。8、砂の惑星、春巻ご飯、彗星になれたなら、星座、プラネテス。ボーカロイドファンにとっては、おなじみとも言える曲を、バンドサウンドに昇華して違った魅力を引き出すところも、フクロウノートの魅力だ。ペーシェンスでは、会場中が手を挙げ、全員で一緒に音を楽しみ、新曲、狂楽主義では、スイングしながら誰しもが音に乗り、本編ラストの新曲、未完成の音では、疾走感あふれるサウンドの中、フクロウノートはこの曲を会場に集まった観客に届けるようにステージ上を自由に動きながら歌っていった。曲が終わると、ありがとうございました。言って、バンドメンバーと共にフクロウノートはステージから去って行ったが、すぐさまアンコールの手拍子と掛け声が会場中に鳴り響いた。アンコールの後登場すると、まず披露したのはテンプテーション。2023年の本日、弱酸性として作詞作曲し配信リリースした曲である。曲が始まった瞬間、一気にボルテージが上がり、会場中が自由に音に乗っているかのようであった。続けて新曲彩られた理想へを披露。ゲーム、ボルタナベルト青のエクソシスト外伝マイナス、主題歌として先日発表されたばかりの曲。出だしは語りかけるように歌い、サビではより届けるように歌うフクロウノートのボーカルワークが冴え渡る一曲に、観客のボルテージはさらに上昇していった。本日最後の MC では、フクロウノートの何気ない、今日誕生日でもありますという一言から、観客から自然とハッピーバースデーの歌が歌われ、ドラムやキーボードも演奏に加わって披露されるというサプライズも。また本人はこの日のライブへの感謝の思いや、その中で歌えることへの幸せや未来への思いを涙ながらに語り、その姿を応援するかのように、観客はこの日一番の拍手と歓声を送った。そしてラストはファーストライブ同様、リボーン。観客はビートに合わせてクラップし、フクロウノートはステージ全体を使いながら歌唱し、またそれに高音バンドメンバーも存分に楽しんでいる様子がうかがえた。大サビではフクロウノートのフライングハートが会場に舞い、幸せがたくさん詰まったステージは幕を下ろした。改めて思う。
フクロウノートの歌声や楽曲は心をそっと支えてくれる、いつでもリスナーの側に寄り添ってくれているお守りのようだ。彼の優しさや楽曲や声から伝わる温かさが、そのことをより一層理解させるステージだった。写真加藤俊平、セットリスト1、イントロダクション2、おぼつかなし3、オリジン4、上5、粛清6、ディストーション7、カラスウリ8、アイバッカリ9、ニュースタイル10、栄光11、ほころび12、私欲13、砂の惑星、カバー14、水星になれたなら、カバー15、プラネテス、カバー16、ペーシェンス17、享楽主義18、未完成の音は1、テンプテーションに彩られた理想へ3、リボーン。